クッパ姫のファンアートの一例クッパ姫のコスプレクッパ姫は2018年9月19日にマレーシア在住のアーティストアイク92がインターネット上に投稿した二次創作漫画に登場したマリオシリーズのキャラクターであるクッパがパワーアップすることによってピーチ姫に似た姿に変化したという設定の非公式の擬人化性転換キャラクター 当該の漫画がディービアント,トと,とツイッターに投稿されて、以降クッパ姫は、急速に世界的な人気を集め、関連ハッシュタグが英語圏をはじめに本でも広がり、流行した。外見は、典型的には、魔王クッパとピーチ姫及び木のピーチの外観を、掛け合わせた、角や牙を持ち襟首と腕に、棘のついたバンドをつけた黒いドレスを着用する白い、肌の金髪女性として描かれるが、 日本のアーティストの中には、格好独自のキャラクターデザインで描いているものもいる。スーパーマリオシリーズは1985年より、任天堂によって制作されている作品で、主人公のマリオや弟のルイージといった操作キャラクターを中心とし、彼らが仇役のクッパによって誘拐されたピーチを救出することが主な展開となっている。 プレイヤーはゲームを進めることによって、操作キャラクターが、新しい能力やが愛犬を得る効果がある、パワーアップアイテムを拾うことができる。任天堂は、2018年9月に行われた、任天堂ダイレクトのプレゼンテーションで、ニュース・ーパーマリオ・ブラザーズ・ U デラックスの予告編を公開し、その中で操作キャラクターの一人であるキノピコの、新しいパワーアップアイテム、スーパークラウンを紹介した。 このアイテムは拾うと、キノピコをピーチ姫に似ているがキノピコの髪型や特徴を持ったキャラクター、キノピーチに変身させる効果を持つ。キノピーチの登場によって、アイテムのスーパークラウンがゲームの中の世界でどのように作用するかについて、ファンの間で盛んに推測や推論がなされた。間もなく、アーティストのアイク92は、d ビアント,トと,とツイッターに、ザ・スーパークラウン。 エッサムスパイシーニューマリオロアというタイトルの4、コマ漫画のファンフィクションを投稿した。この漫画では、スーパーマリオオデッセイの設定を踏襲し、マリオとクッパがピーチに同時休婚するが却下され、悲しんでいる様子が描かれる。マリオがクッパを慰めると、クッパは自分がスーパークラウンを持っていることを告げ、最後のコマでは、クッパが黒いドレスを着用し、牙、 頭の両側から生えた大きな角、トゲ付きの甲羅を持ったピーチに似た女性キャラクターに性転換し、マリオと共に歩いているのを見て、衝撃を受けたピーチとルイージが描写されている。漫画の中で名前は明示されていないが、このキャラクターはファンによってボセットと呼ばれ、関連ハッシュタグはすぐにツイッターで流行し始め、間もなく15万件以上のメンションに達した。 ポルノハブとユポーンは、各々のウェブサイトでクッパ姫と検索された数が、それぞれ50万件、2900%増加したと発表した。また、クッパ姫の急速な流行から派生して、既存の任天堂のキャラクターを元にした、クッパ姫以外の二次創作キャラクターも登場した。その中でも、キングテレサ姫は、クッパ姫と並ぶほどの人気と知名度を得た。その他、 スーパーマリオシリーズの関連キャラクターや他の任天堂のゲームシリーズの悪役キャラクターをモチーフとしたキャラクターも多く参見される。日本のツイッターユーザー間ではクッパ姫の名前で流行し、2018年9月24日にはツイッターのトレンドで1位となった。ツイッタージャパンが開催したツイッタートレンド大賞2018では第16位にランクインし、 ツイッタートレンド対象運営委員会特別賞に選出されている。また、イラスト投稿サイトピクシーフには9月25日まで2400件以上の関連イラストが投稿された。ピクシブとドアンゴ及び大百科ニュース社共同企画のネット流行語1002018ではトップ20単語賞の19位にランクイン。発案者のハニワは受賞式にコメントを寄せ、 後に彼のもとにガラス製のトロフィーが届けられた。ストリートファイターとヴァンパイアでキャラクターデザインを行った安田明漫画ワンパンマンのリメイク版の作画村田雄介、ポップテピピックの作者大川武区部、小林さんちの名ドラゴンの作者クール狂信者らがクッパ姫のファンアートをツイッターに投稿している。10月27日には 王冠計画というオンリーイベントが開催され、ファンアートの展覧とコスプレが行われた。コタクのギタージャクソンはクッパ姫の多くのファンアートが描かれていることを指摘し、クッパがコンピュータゲームのファンダムにどれほど強固に根付いているかに圧倒されたと述べた。クッパ姫の流行に伴い、日本国外のファンを中心に任天堂に働きかけてクッパ姫を公式の キャラクターに認定させようという動きが広まり、署名運動が乱立していると報じられた。例えばチェンジ .org で9月24日に開始した署名運動では、クッパ姫を2018年12月に発売予定の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルに登場させるべきであると主張している。一方で、公式化されることにより二次創作が禁止されるという、 懸念から逆に公式化に反対する署名運動も行われた。任天堂は自社の著作物の利用は各国の法令の範囲内で行えるとするガイドラインを公開したため二次創作自体は取り締まらないとみられ、クッパ姫も禁止したわけではないとされる。なお、2018年9月25日の J、キャストニュースの取材で、任天堂は特に本件についてコメントしない旨を 表明している。ブームが関係したのか不明だが、後に、ニュースーパーマリオブラザーズユーレラックスの英語版、公式サイトで、スーパークラウンは、キノピコのみが使えると説明され、クッパ姫の発想の元ととなったアイテムを使って、他のキャラが変身することは否定された。流行が始まった少し後の2018年9月28日に、発売された。 スーパーマリオオデッセイの公式設定資料集、ザート・オブ・スーパーマリオオデッセイでは、同作の没案として、K のマークが取り付けられた、マリオの帽子に似た緑色の帽子をピーチ姫に被せ、同作でのマリオのアクションであるキャプチャーを試みた、クッパ・ピーチというキャラクターが掲載されている。角や牙、棘のついた腕輪と首輪、赤い頭髪といった、クッパの外見的特徴が、 ピーチ姫に付け加えられた姿が、クッパ姫とおね一致している。ありがとうございます。